こりゃ。まあこんな感じよな。猫も寄ってくる。なぜなら雨降ってるからだ。雨降ってますね。雨が降るともうあっち真っ白。山真っ白ね。はい。でも風、まあ、台風で風の影響は出てるけども、まあ、そんなにすごくはない。よし。よく暮らせ。ちょっとぐるっと回ってこようか。雨は雨でね、よくないけど。よいしょ。観光客の人少なくなるからね。いいよね。よく暮らせ。えいえいえい。よし。よし。まあもう外がそんな感じの色だな。よいしょ。にゃー。よし。行ってみよう。ゆっくらせ。はい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 な、はい。よし。よっしゃ。よし。ね、でもうこれ山の方白くなっちゃってる。直撃してるわけじゃないからね。なんでも。
ということですね、はい、晴れになるかと思ってやってきたら雨だった。まあ晴れることはないよ、台風そこかすめていくってなってるからね。何の警報も何にも出てません。台湾別にあの今あの私の院で住んでいるイーラン、ギラン県も何ら問題はないんです。外へうろうろしても何もあの当局の方からは警報も何も出ていませんが、まあ、海見ていただいたら分かると思います。これは超大型の台風っていうの分かるわ。やっぱ海の近くまで来ると風で帽子が飛ばされる。で、一応ねモードを切り替えて、一応この今の段階でこんなん
そんなね、ちょうどマンション。はい、広角モードに切り替えて見てみましょう。これがね、ちょうど今、満潮っていうのもあるけど、これもこんな風に泳いじゃうの。これダメだよ、これ。現れるよ。あ、なんかこれ湿ってんな、つくのは。すごい。え、でもこれ、スマがさ、普通さすがにないからね。そうだね。あ、これはあかん。これはすごい。ちょうど潮も見てるんですよね。なんかこれ、この亀山島とかもぼんやりしか見えないから、これ。でかい、でかい。あっちの方だな、あっちの方。あっちの方は遠くだな。ずっと遠くだけどね。遠くだから、はい、やるやる。はい、オッケー。